ホモサピエンンスの皆さんトレーニングお疲れ様でですバズーカ岡田ですえー、今日はですねラテという概念を更新しようと思います。えー、先日プレーンプロテインのコーヒー割りアイスコーヒー割りを私の動画で公開したところ大変好評いただきました。えー そもそもね、コメントで教えていただいて、私やってみたところ、半端じゃなく美味しかったんで、これはもうみんなに知ってもらいたいと思って、私、カメラの前で喋ること以外あんまりしないんですけど、えー、皆さんの前で、えー、下手くそながらね、プレーンプロテインをコーヒー、アイスコーヒーで割って、えー、飲むところをお見せしました。その動画、あのー、このチャンネル内にありますんで、ぜひご覧ください。 でまあ、それができたのはねこの、えー、私がリリースしたバズカニュートリションの WPC ホエイプロテインコンセントレートのプレーン味がめちゃくちゃ美味しいからなんですよまあプレーン風味、えー、というのはね大体ね人気ないんですよね今はね味付けされたねエストロベリーとかチョコとかが本当においしいのでプレーン売れないんですよで私のこの WPC もね在庫切れを起こしたのが チョコとストロベリーでもプレーンだけ、ね、売れ残っちゃってかわいそうなんですよもともとプロテインの味はプレーンなんですよでも、ね、プレーンだけだとやっぱりあまりにも飲みにくいということで、えー、ラカンカという、ね、植物を使って優しく味付けをするということを、えー、実施しております、えー、施しておりますそれで、ね、これが、ね、本当に、えー、コーヒーに入れるミルク代わりになるなということで、えー、アイスコーヒーに革命を起こせたなというふうに ミルクの脂質によるエネルギー過多を防ぐ、まあ、現代人脂質過多でね、えー、カロリー過多になって肥満になるという問題がありますからね。えー、ということで、えー、このプレーンを使えばミルクを入れて飲む飲み物いわゆるラテですよねラテに革命を起こせるんじゃないかと思ってですねいろいろチャレンジしてみようと思って今日は皆さんにえご紹介したいと思います。 抹茶がいいんじゃないかという声をいただきましたんで、えー、抹茶、えー、買ってみました。でこれ買ったらねお菓子用って書いてあったんですけどなんかレビュー見たら全然飲めますよということで、えー、ご容赦ください。この抹茶でね、えー、抹茶ラテを作ってみたいと思いますしあるいはこの紅茶でね、えーまあ、ミルクティーを作ってみたいというふうに思います。えーまあ、まず簡単なのはミルクティーでしょうね。ミルクティーちょっとやってみましょうか。 えー、このプレーンのプロテインをね、えー、ミルクティーで割っていきます。これ無糖ですからね。えー、ということで甘みはこのプレ,ーンプレーンのプロテインのラカンカのみということになります。で、えーまあ、こちらのね、えー、スプーンなんですけど柄が長くてね、まあ、このプロテインね臓流加工っていうのをしてないんです。まあ、ほとんどのプロテイン増流加工してないです。なんでかっていうと増流加工すると粉が舞いにくくなる。 では粉の、ね、粒度が、えー、きめ細かいんですよ。一方、これは舞うっていうことでもあってね。でもこれをね、増量加工っていうのをすると、舞いにくくなるんですよ。そして溶けやすくなる。ただ、これをするとね、1キロ5 0 0円も上がっちゃうんで、やらない方が皆さんにとってもいいかなと思ってやってないんです。ただ、やっぱり舞いやすい特性があるんで、この柄の長いスプーンを使って、丁寧にね、えー、すくってあげると問題が起きにくいです。これをね、なるべくこの奥深くに入れるんですよ。で、このスプーンはね、今、ペプチド。 見えないか、えー、バズカニトリションの公式サイトで販売しているペプチドを買うとねついてますんで是非ねペプチドの方もチェックしてもらえると嬉しいですこのスプーン使いやすいんですよ長くてねということで今のでも回らないですよねでこの状態で、えー、プレーンの、えー、プロテインを入れたら、えー、紅茶を入れていきましょうこれこのまま割ればいけるんじゃないですかねこれ まあ味は好みがありますからね薄さは皆さんあのそれぞれ作って頂ければというふうに思いますまあ溶けにくいという話もありますがこれどうなんでしょうかでこうなって溜まってるところがあるんでこれを、ね、落としちゃうんですポンポンポンと落とすとね振りやすくなりますからね落としたところでしっかりと振りましょう今まあ 200ml 弱ですかね スプーン2杯なので粉 30g タンパク質で 20g ぐらい取れる計算ですよね、まあ、こんな形になりましたということでまあもうほとんどダマになってないですよねダマになるっていう声も聞こえましたけどしっかり振ればダマにならない、まあ、冷たいもので割るとダマにな,るなりやすいのかもしれないですけどねじゃあ飲んでみましょう 完全にミルクティーじゃないですかこれ,これやばいでしょこれこれもうミルクティーで普通のミルク入れる意味マジで分かんないでしょこれこれはうまいこれ普通のミルクティー,ミルクティーねもう効果持った方がいいよこれということで、えー、ミルクティーは、えー、その概念を更新することができました、えー、ホモ・サピエンスの皆さんおめでとうございますで次です次はですね、えー、抹茶やってみましょう えー、抹茶の粉はねちょっと溶けにくいんじゃないかという声もいただきましたがこれ実際どうなんでしょうか、まあ、まず同じように、えー、プロテインをにスクープ入れましょうこのスプーン本当便利だなこの柄が長いからね手も汚れないしねすごい使いやすいで下まで入れてねこうやって落とせばね回らないですよでこの状態で、えー、今度はね抹茶ですね 抹茶を、えー、入れていきましょう、まあ、これはね、まあ、味の濃さっていうのはちょっと私も抹茶についてはあんまり詳しくないので、まあ、これ5ミリリ、ま、ッ、あ、トル 5cc の、えー、スプーンにだいたいすり切り1杯ぐらいの粉を入れてみましょう、まあ、これが適切かどうかわからないです、まあ、そもそもね抹茶界の人もね プロテインを使って割られることは想定していないでしょうからね適切かどうかは誰もわからないでしょうねということでこれでできるかどうかまあこれでできたら楽ですよね楽なんだけどな実際どうなんですかねでこの状態でねやっぱり下にまず固まっちゃうんでこれを早急に落としていくと落としたところで振りましょうさあ溶けるか 溶けてますよもう全然溶けてる、まあ、ちょっとだけでもほぼ気にならないですねダマになってるかなと思ってなってないですねということで飲んでみましょううまい私ねよく考えたらね本ちゃんの抹茶ラテをね飲んだことないから比べられないですね うまいというコメントしかできないです。食レポとしてだめですね。いや、でもこれうまいわ。うん、うまいミルクティーと、えー、抹茶ラテの概念、えー、更新しました。えー、ホモ・サピエンスの皆さん、おめでとうございます。えー、ということでですね、えー、今日は。 このプレーンプロテインでラテという概念、ミルクという概念に革命を更新するということでトライしてみました。無糖の紅茶をプロテインで割る。プレーンプロテインで割る。で、プレーンプロテインと水とこの抹茶の粉で割るというだけでできます。これ氷入れたらすごい冷たくて美味しいと思いますね。ということでですね、ラテの概念。 ホモ・サピエンスがこれまで培ってきた何百年歴史があるかわからないいや何百年住むのかな、ね、何千年かもしれないですね、えー、父なのでね、えー、ということで、えー、その概念をですね更新してしまったというとんでもない、えー、革命が起こった認知革命農業革命科学革命 産業革命、プロテイン革命。ということでね、えー、余計なカロリーを取らず、えー、ラテ味、楽しみたい方は、ぜひ、この飲み方、えー、参考にしていただければ幸いです。今度はね、ホットの動画も作ってみたいと思いますので、お楽し,み、えー、楽しみにしていただければ幸いです。ということで、トレーニング、トロしょい。私が創業したジムガレージでは、トレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店、トータルサポートをしております。 詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしましたすべての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初のあるグラスフェット低分子ホエイペプチドそして金合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりません さらにアアンティドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC パー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております是非チェックしてみてください